ウクライナの位置。ウクライナワインは長い伝統により十分に確立されている。ウクライナ産のいくつかのワイン銘柄は隣国や欧州連合を呼び来たアメリカに輸出される。現在のウクライナに存在するワイン文化はすでに紀元前4世紀のクリミア南岸にあった。ブドウ圧搾機とアンホラがその時期に作られた。一方で、 ウクライナ北部のワインブドウ栽培は11世紀に修道士により始まった。エカチェリーナ2世の治世にあった1783年にクリミアはロシア帝国の一部になった。ミハイル・ボロンツォフ伯爵は最初のワインブドウ園を1820年、ヤルタ近郊で始め大規模ワイナリーを建設した。ブドウ栽培研究機関のマガラッチはその後1828年に設立された。 有名な発泡製ワインの創始者は、レフゴリツイン王子である。王子は、クリミア戦争後に、ヤルタ近郊の所有地、ノービスベットで、ロシアのシャンパーニューを、初めて製造した。後に、最後のロシア皇帝ニコライ2世の知性化、現在マッサンドラにある、国営ワイナリーは設立された。ソビエト連邦の時代、2500キロ平方メートルの、ウクライナは、 ソビエト連邦最大のワイン供給国であった。1986年、およそ8 0 0トルのワインブドウ園が破壊されるという惨事が起き、それはミハイル・ゴルバチョフがソビエト連邦のアルコール消費制限キャンペーンを開始した当時であった。2000年以降、ワインの生産だけでなく輸出も急速に増加している。ウクライナ・ゼンズ、国会、アゾフ会に面し、 ロシア、ベラルーシ、ポーランド、スロバキア、ハンガリー、ルーマニア、モルドバに隣接する。ウクライナ周辺の気候。ウクライナ沿岸部はステップ気候。内陸部は温帯林。主要なものセパージュは、アリゴテ、マスカット、イザベラ、トラミネール、カベルネソービニオン、シャルドネ、フェテアスカ、ピノノワール、ピノグリ、ルカツテリ。 アルチョウモフスク産の発泡性ワイン。ソビエトシャンパーニュのような発泡性ワインの生産が増加している。ほとんどの発泡性ワインは、キエフ、アルチョウモフスク、リビーブ、オデッサ、ハルキウといった大都市で作られる。そのほとんどが、ピノブラン、アリゴデ、リースリング、フェテアスカをベースにしている。ありがとうございます。